こんにちは、こんばんは、ジンと申します。今回はですね、シングルコイルでヘビーな音、どこまで目指せるのかということでチャレンジしていきたいと思います。この動画はですね、雑談を交えながら進行していこうと思いますので、非常にこの尺の長い動画となってしまうと思いますので、適時ですね、早送りをしながらご都合のいい形で見ていただければと思います。それでは、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは本編に入っていきたいと思います。画面のですね、右下に、何やらこうウィンドウが出てきたと思うんですけども、これがですね、今回音を作っていくのに使う Line 6の Helix、厳密に言うとプラグイン版、こう実機じゃなくてパソコンの中で DAW の上で立ち上げて使う、ソフト版というか、Helix Native という、プラグインの、アンプシミュレーター兼エフェクターシミュレーターになります。ライブで使うような実機の Helix と、音は全く同じになります。この Line 6の Helix では何ぞやと言いますとですね、ご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、いわゆるこうエレキギターっていうこのギターからアンプに入って、音が出るんですけど、そのアンプのシミュレートであったり、あとはですね、そのアンプとの間に歪みペダルってこう音を歪ませたり、ディレイっていう音をですね、やまびこに返したりするエフェクターとか、いろんなたくさんの種類があるんですけど、そういったこうペダルって言われるようなエフェクターも、全てですね、このHelix の中でシミュレートできてしまうような、そんな非常にこう優秀なソフトになります。使っているギターとしましては、シングルコイルの代表格といいましょうか、ストラトキャスターという、ギターになります。シングルコイルですね、純然たるシングルコイルが、3つ、フロントリアセンターと搭載されている、シングルコイルといえば代表格の、ギターになります。これを使ってヘビーな音を目指していきたいと思います。ここから少しですね、ちょっと雑談をちょっとさせていただきたいんですけど、音出すシーンはこの雑談後になりますので、適時ですね、早送りしていただいてご対応いただければと思います。通常ですね、ヘビーな音を出す、ディープに歪んだ音を出す場合はですね、ハムバッカーというシングルコイルが、これが2つ直列で並んだようなマイクがありまして、通常はそれを使うんですね。ハムバッカーの方がノイズに強かったり、音のちょっとこう重心が低い、ヘビーな音が出やすいんで、ディープに歪んだヘビーロックの音っていうと、ハムバッカーを使うんですけど、シングルコイルってどうしてもいい意味ですごい軽い音なんですね。抜けがいい反面、こうズーンとしたこうディープなローっていうのは基本的に出ないというか、出しにくいというか、そういったマイクなんですけど、このマイクでどこまでいけんねんということをちょっと今回は試していきたいと思います。ではですね、ここから実際にちょっと音を出していきたいと思います。このHelix ですね、これ今何も設定されていない空の状態なんで、このエレキギターの純粋なラインの音ですね、アンプでも鳴らしていない、もう本当このピックアップそのものの純然たる音がこういった状態になります。はい、これがですね、もうこのマイクピックアップそのものの純然たる音の状態になります。ではここからヘビーな音を作っていきたいんですけど、まずはですね、アンプの設定ですね。Helix はヘッドとキャビと分かれて設定ができます。まずはですね、ちょっとキャビから設定したいと思います。というのは、ちょっとキャビネットはどんな音を出す時でも、もうこのキャビっていうちょっともう明確な好みがあって、キャビはちょっとそれを使いたいと思います。こちら今ね、このピンク色のアイコンがキャビネットです。これはセレッションのヴィンテージ30という結構本当にザ・スタンダードなキャビネットになります。いい意味でキャビネットで音色の癖がつかないので、もうキャビはもう絶対的にもう基本的にこれを使ってますね。ここからですね、ちょっとヘビーの音を目指して いきましょうということで、ヘッドを置きたいんですけど、ヘビーの音というと、ちょっと自分の中でまず思い浮かぶのが、メサブギーですね、レクチファイアっていうヘッドがまずちょっと自分の中で思い浮かぶんで、まず一回ちょっとそれを置いてみたいんですけど、一回ちょっと全部フラットでどんな具合か、あとごめんなさい、ギターの音量がもしかしたらすごく大きい音とすごく小さい音があるかもしれないんですけど、できるだけちょっとバランス取っていきますけど、ちょっと急に大きい音が出る瞬間があるかもしれないんで、あらかじめごめんなさい。ということで、まずこれ、レクチファイアを今全部5の状態ですね。もっと歪んでてもいいですね。
ですね、ただちょっといくつか思うところがあって、ちょっとまず先にごめんなさい、リバーブ、入れさせてもらいます。マスター上げてなかったですね。ちょっとマスター上げたらどうなんでしょう。ノイズがすごいんでゲート入れます。これがメサの、アンプ直の音ですね。ちょっと一個試したいのがマーシャルだとどうかなという、ちょっと小さくて見えないかもしれないんですけど、多分ブリッド2203とブリッド2204っていうのが、まあおそらく JCM かな、スタジオとかライブハウスにあるあの定番のアンプを指してるんじゃないかなと思うんですけど、この03と04の違いがわからないんですけど、まあ、ちょっと03からいってみましょうかね。アイコンがですね、メサとマーシャルと2つ並んでるんですけど、メサは今これオフの状態になってます。まあ、一回全部フラットで、マスターも上げて、どうでしょうね。いいですね。ちょっとこれメサに戻すと、これがマーシャルだと、これは好みなんですけど自分マーシャルですね。もう一回やってみましょうかね。これメサだと、この感じがマーシャルだと、なんかもうちょっとね、こうミドルが特徴があるというか好みのあれなんですけど、自分はマーシャルで進めていきたいと思います。でちょっと気になったのが、これが今2203、2204とどう違うのかという確認してみましょう。これ04です。でこれが03ですね。今回はこのブリッド2203、おそらくまあ JCM じゃないかな、 JCM シリーズを基準に進めていきたいと思います。今が完全にアンプ直ですね。リバーブだけ足してるんですけど、ちょっとこんな状態で、ここからですね、ちょっといじっていきたいと思います。ちょっとまずプレゼンスかな、ちょっと削りましょう。ロー増やすとどうでしょうね。いいですね。ミドルもマックスにしてどうでしょうね。あー、ミドルはあった方がよく聞こえますね。これミドル例えば抜いちゃうと、これをミドルを例えばマックスにすると、ちょっと違いが分かりにくいかもしれないんですけども、ミドルカットした方が音的にはヘビーに聞こえるんですけど、多分こうミドル抜いた音って、あのアンサンブルの中、バンドで他になんかベースがいたりギターがいたりすると、ミドルがあんまりないとね、多分これ埋もれちゃう可能性が、こうかき消されちゃうというか、まあ、ミドルがしっかり出てる方が、小さい音量でも抜けてくる感じがするので、自分の好みのトーンとしてミドルは、出していきたいと思います。トレブルはどうでしょうね。ちょっと今トレブルきついんで、ま
まあ、トレブル0ぐらいでも十分、まあ、この音をベースにちょっとですね足していきたいんですけど、これだけでもなんかいいんじゃないかなと自分は思いましたね。まあこれでもいいっちゃいいんですけど、でもまあちょっとこうザクッとした感じがもうちょっとあるといいなっていうのがあって、でまあザクッと感といえば、まあ自分の中でまず思い浮かぶのがまあラットなんですよね。これラットですね、ラットのシミュレートなんですけど、まあこれをちょっとかましてみたいと思います。これラットオフの状態です。でラットをオンの状態ですね。ちょっとだけ歪みは若干です。このなんかザクザクした感じが足されるんですね。これオンです。オフにするとちょっとこうザクッと感が出るんですね、ラット入れた方が。まあ、もうちょっとこのラット詰めていきたいんですけど、この今の状態からもうちょっと歪みが深くてもいいかなと思ったんですけど、2つ選択肢が取れると思うんです。アンプ側で、今これマーシャルなんで、マーシャルのアンプの歪みを上げるっていうのが1つですね。でもしくは、アンプ側の歪みの設定はそのままで、ペダルですね、今だとこれラットが入ってるんで、このラット外側の歪みで上げると、ラットの歪みとマーシャルの歪みって、まあ、全く全然違うんで、まあ、これはですね両方試してみてどっちがいいかなっていうのをちょっと試してみたいと思います。アンプ側で歪みを足してみたいと思います。まあもうこれぼちぼちアンプマックスなんですけど、まあ一回ちょっとボワッとしますね。でこれも元の状態ですね。まあアンプ側で歪み上げるとちょっとこうボワッとしたというかブーミーな感じになってしまう印象がありますね。ペダル側でちょっと歪みを足してみると、歪みでもあんまり上げない方がいい印象がありますね。まあ、これぐらいがいい気がするな。ちょっと歪み上げるとあばれる感じがしますね。ちょっとほどほどがいいのかな、やっぱり。こんなもんですかね。まあこっからあとペダル足して、もう自分だともうこれ以上足さないですね。こっからパンダペダルっていろいろ、例えばコーラス足してみたらどうなるかっていうと、例えばコーラスだと、なんかこういうことするのはちょっと違うなっていうのがあって、他試すとしたらオクターバー、まあ、1オクターブ下加えたらどうなるのかなっていうのはちょっと試してみたいですね。これ1オクターブ下の状態ですね。ソロこういうなんか高音源でソロ弾くにはいいですけど、ちょっと低音源だとどうなんでしょうね。
低音源でなんかリフ弾くにはちょっとオクターブなんか合わない気がしますね。まあ実際はあの他にベースがいるわけなんで、ベースがこう低いとこあの出してくれると思うんで、なんか単音リフこういう単音リフだったらこれオクターバーもまあ一つなのかなと思うんですけど、ちょっとパワーコード系あとやっぱオクターバー入れるとまずこのオクターバーがコード検知ができていないと思うんですよ。これ今なんか単音だとあのピッチ検出してオクターブの音を足してくれるんですけど、これがなんか副音になるとっていうか音が重なるともうピッチ検出がもうバグっちゃうんで、まあやっぱ単音フレーズに限ったペダルなのかもしれないですね。まあ、自分だったらこれオクターバ入れないですね。ラットにマーシャルかな、まああとリバーブだけちょっと入れてるんですけど、まあこれで結構 OK なんじゃないかなと思います。これ今、ギターここレギュラーチューニングなんですね。ハイ E というかロー E落としてないんで、この状態で例えばまあ、ドロップチューニング D に落とすとか、全部の弦1音下げとか、もしくはこう2音半下げ、あのロー B、 7弦ギターの一番開放ですね、低い音域までも落としちゃってもディープな歪みになるのかななんて。今回この検証してみたこのシングルコイルですね、シングルコイルでもまあこういった感じでノイズはすごいんですけど、これ今まあゲートかましてるから、これゲート外したらこんな状態なんですよ。弾いてない状態、弦ちゃんとミュートしててもこれだけ歪みます。ボリューム絞ったら ある程度このサーッと音だけになるんですけど、ボリューム10の状態だとここ入れまして弦がミュートしなかったので結構親っていう状態になっちゃうんで、もうゲートはまあ必須かな。ゲート入れると一気にこう静かになるんで、まあこれぐらいのノイズはどうしても乗っちゃう。これも厳密に言えばまあゲートのスレッショルドをガーッと上げればシングルコイルでディープな歪みを作るならもうあのゲートはまあほぼほぼマストなのかなと思うんですけど、発音してる音を出してる最中もこう今みたいにこうジーって音は実際は鳴ってるんですけど、まあそんなに気にならないのかなっていう。まあハムバッカーはこのプレイ中もこのジーって音はだいぶシングルコイルに比べると控えめになるわけなんですけど、まあシングルコイルだからってディープな歪みは絶対使えないってことではないのかなって、むしろこのちょっとジーってなってるのもまあ味なのかななんて思ったりします。いかがでしたでしょうか。シングルコイルでディープな歪み、まあこれもまた一つの選択肢なのかなと個人的に今回思いました。シングルコイルのギターをお持ちの方、スタックアンプとかモダンなアンプ、それに歪みペダルとかディープなヘビーな歪み、試してみたらまた新しい発見があるのかもしれません。今回の動画は以上にしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。